はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。R です。トゥームレイダー、じゃ、ダメだな、もう癖になってんな。ディノクライシス、ちょっと恐竜見学してくるのパート9ですね。よろしくお願いします。で、前回の動画をちょっと見て、おさらいしてきたんだけど、一体何をすればいいのか、よくわかんないんで、進んで、まだ行ってないところ、ここですね、行ってないところがあるんで、そこを進んでいこうかと思います。随分ね、動画っていうかプレイの感覚が空いてしまったんで、ちょっと、なんだ？バリアが二重になってんのか？感覚がね、空いてしまったんで、多少不安ではあるんですが、回復素材を取ります。調合できそうだね。しちゃおう。これと、これ。で、止血剤。なんか前もやった気がするな。止血剤じゃちょっと、おお、すごいことになってる。プラグを開けちゃおう。うほ。強化素材やら何やらがいっぱいあるね。じゃ、ここに回復剤を入れて、ここに素材でしょ？で、ここに強化素材とかも入れちゃおう。これ何？調合用の薬品。結局何かはよくわかんないんだね。じゃあミックスしてみよう。回復素材と、この強化すると、止血剤なのか。じゃあこれと、これは、回復剤小プラス。これと、じゃあ、そうだよね。完全回復剤。どや。そうすると、この強化素材も、ここに入れといて。弾と強化素材は、使うことはできない。大プラス。一応持っておきましょう。そうしたら、このうるせえのを、弾が結構余ってきてるんで、ショットガンの弾で粉砕しよう。粉砕！これはでも楽だよ。一応、血を流してしまえば、おっと、リロード。敵も、倒したことになってるんで、これでいいのか？血が流れてる。これで敵を倒したことになりますね。ざまー。では、会議室。ここ来たことあんのかな？ないね。また、DDK。E。私は DDK いくつ持ってんの？ E が、2つ DDK が揃いましたね。そしたらば、この黄色いファイル。日記か。かゆ、うま。極秘実験室を設置しているこのフロアのどこかか。資料室の例の場所に、個人研究所の手がかりを隠している。資料室か。毒性値が30以下のガスに混合を重ねると毒性が失われる。赤はグリーンのガスの毒性を打ち消す。青はオレンジ、緑は紫。これ覚えとかないといけないパターンか。ちょっとメモっておいた方がいいのかな。ちょっと、周りだけ探索していこう。コンピューター端末、ロックコード。もうダメ、ダメだ、これ。携帯がない。プラグ発見。他にはないか。そしたら、こっちの毒ガスのやつもやってしまおう。よし。ただこれね、書いてて思ったんだけど、キーセットする場所は見当たらない。実験中はコンピューターをロックすること。入れないのか。そう、書いてて思ったんですけど、赤はグリーンを打ち消して、青は、オレンジ、橙をロックじゃない、打ち消し。で、緑は紫を打ち消すって書いてあったんだけど、緑とグリーンって同じじゃないのかな。なんか黄緑っていう解釈なのかな。ちょっとね、同じ字で書いちゃったんだけど、大丈夫かな。で、ロックコードもよくわかんないしね。で、ここは？資料室。よし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 。例の場所に隠してんだよね。
あ、ここか。どこどこ。危ない。例の場所ってどこ。例、例。すべて電子ロック。正しいデータを記録したキーチップをセットしなければならない。キーチップ。これキーチップ持ってる？ID カード、指紋認証、ドライバー、キーカード L。DDK ディスク。ない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 。これ？これのこと？あ、そしたら今度キーチップを探す必要がありますね。さて、それがどこにあるのかな？いやでもね、更新がちょっと、滞ってしまって申し訳ない気持ちもあるんだが、どうもね、私秋から冬にかけては冬眠傾向にあるようで、毎度毎度やらないんですよね、冬とか秋とかは。どうしても春夏なんだよね。まあ時期的なものもあるのかもしれないけど、ここは結局じゃあ何にもないってことでいいのかな。うん、まあね、でもこのでも1週間まだ経ってないところでね、失踪とか思われてもね、何とも言えないですからね。私だって1年以上待ってる動画もあるけど、なかなかね更新されないというか、本当にね生きてるのかも分かんないような方もいますしね。それはそれで仕方がないことだと思うんだけど、今何分？ 3 分 ?8 分か。結局じゃああとここだね。ここ注意書きがあるんだけど、ロックシステムの誤作動以外には強制解除でしょ。よくわかんないんで開けちゃいましょう、ドライバーで。あ、ここでは使いません。何？あ、こっちか。 こっちだな。え、ここでは使いません。え、ちょっと待って、ネジで固定されているようだ。ネジで固定されてるってことはドライバーは使うんじゃないの。あ、なんかこういう一回フラグをいちいち立てる必要があるのかな。今は操作する必要ない。マジかよ、マジかよ。せっかく開けたのに、もうドライバーは、あ、なくなってる。もう必要ないだね。そうすると DDK で開ける場所があるのかな。これはキー、あ、ま、待てよ。ってことはこれもキーカードを差し込む スロットだってやって、キーカードっていう風に使っていかないといけないのかな。L なのでこっちかな。あ、ここでは使いません。あ、違うんだ。これ電子ロックを解除するためのキーカード。なんだっけこれは。 DDK が、あ、難しくなったっていう印か。アイテムの確認をするとプラグはいらないでしょ。で、 ID カードはエレベーター、指紋認証機もまだいるのかな。で、謎の電子ロックを解除するキーカードとDDK の E。 マップの確認をしたところでですね、あ、でもどっかとつながってるみたいだな。あ、どっかとつながってるんじゃないんで、つながってるんだよ実際。実際問題、そうすると、あ、一応セーブしとくか。ここからどうすればいいかだね。誰だっけ、ディック。ディックじゃないな、リックか。スーパーハッカーのリックと伝説の傭兵。あ、あれ？これここ解除しなかったっけ？伝説の傭兵なんたらかんたらの、よいしょ。まあ、仲間っていうか助けを得たいところではありますね。一回も戻ってちょっと、まあ、会話をしてみたい。ここが結局開かないからね。さあ、鉢合わせないでいいけど。危ない。で、ここが B1 メイン廊下。危ない。マップの把握がね、全然できないんだよね。よし、ここはどこだかわからん。とりあえず入ってしまおう。ここが B1 ホール。うわ、危ねえ。怖え怖え怖え。あ、そうかそうかそうか。あー、もう復活してるが。ここは
ああパネルか。あいてる。とりあえずエレベーターで。あこっちじゃない。こっちじゃない。うん。恐竜はなんとかすれ違ってかわした方がいいのかな。じゃあの。あ、何？このカードだと別のその1階2階っていう階層が分かれてるのか？この人手あるよね。指紋取れないのかな。あでも待って、指紋この前ね使ったらバグったんだよね。一応研究員の身分にはなっているんだけど、ここはなんだっけ。あーはい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 、怖い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 。ここはスルスルっと逃げてしまおう。結局管理番号ば、あいて、管理番号みたいなのがいてえな。分かればグオーン、ショットガンが落ちた。出つ、あ負ける負ける負ける。ショットガンを拾ってとりあえず逃げよう。逃げようとする。また研究、自分の持ってる ID のナンバーをか、うわーこいつも復活してる。うわーロック、やっぱり殺した方がいいのかな。ボス戦ってないのかな。 T-Rex はいたけどそれだけなのかな。このエントランス2階もあんまり使わないしね、まだまだ。 あとヘリコプター、ヘリポートに行く、まあ、通路もあったんだけどまだ行けないみたいだしな。別に久々にやってるから積んでるわけではないと思いたいのだが、さてさて、噛みつかれてないから血は出てないな。それが救いだ。さあ何が、会話が進んでくれるかな。違う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 、あそっかそっか、逆から聞かないといけないのか。もういちいちめんどくせえな。ん？博士の姿は見えないぜ。お前は何にもしてくれないな。何にもしないんだったら死んでくれて構わんのだが。あ、この ID カードでも使えないのか。そうするともうカーク博士みたいな偉い人のデータじゃないと扱えなくなってきてるってことなのかな。とにもかくにもキーチップっていうものがないですね。どうも自分は注意力が足りないので床に落ちているものも見つけることが困難で、そこが唯一心配なところかな。うー怖い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 。 B1 ホール、あここに戻ってきたか。死んじゃうかな。あまずい、逃げた方が良さそうだ。逆からもう一回さっきの場所、一番最初の場所に。そうなってくると今度ハンドガンもどんどん使っていきたいですよね。で偶然ここにパラなんたらカンタラタンがあったので、これもう一度ハンドガンを使っていきましょう。で忘れてたのがなんだっけ、イークイップのハンドガン回をさらにハンドガンのサイトを装備して、強力な、まあ、グロックになったはずなんだがな。大丈夫なのかな。よし、まあまだまだねコンティニューもいっぱいあるんでどんどん使っていきたいですね。そう、 B1 まで降りることができるってことはやっぱり番号をもっと入力して
カードの身分を書き換えていく必要がありそうだよな。今18分カットあまり挟んでないからもっとそろそろやめた方がいいのかな。それとも正直何も進んで、まあ、進んでないことはないんだけど。でここは確かバリアを張ったんで、どこだ、いるか、あ、あ、一応狙ってくれてんだね。キャインキャイン言わないだけで。そして撃っちゃおうか、どんどん。オッケー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 。これさ、ちゃんとクリティカルとかさ入ってんのかな、よくわかんないんだけど。おーおーお、リロード早い。それだけが唯一の作りだな。あ、弾が切れた。全然ダメじゃねえかよこの銃。何が強力な弾だよ、まったくもう。ショットガンで、あ、もうショットガンの弾もねえし、ダメだな、やっぱり。やっぱしょうがないよな、撃たないと負けちゃうからこっち。終わったか、どうだこれね。一回終わったと思ってもね、もう一回立ち上がるこのタフネスがあるからちょっと怖いんだよね。大丈夫そうか、よし行こう。よし、流血ザザ流血ザタっていうのがちゃんと発音できない、この悲しさ。どっちから行っても同じなんだよね。そうしたらとりあえず恐竜退治を済ませたので一回またし、おお、あ、まずいまずいまずい、資料室はまだ私には早い。あ、でも例の場所っていうのがキーチップじゃないと、もしかしたらどこか棚の上にあるのかもしれない。それを探してみるのもまあ一つか。でも今回はこれにて終わりにしてしまおう。ただ一応、まあ今度いつまた取れるかわからないから、あ、ここのプラグは、あ、数が足りてない、しょうがない、まあ、続けて取ってもいいのかもしれない。よし、じゃあ今回はこのパート9かなはセーブをして終わりにしてしまいましょう。どこだセーブは、ここか。進むといいな。とりあえずご視聴ありがとうございました。失礼します。